こんにちは、ビットイスの村井です。佐藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は絵面が強いな、ちょっと。ということで、ダブレットのセカンドデリバリーが、9月の12日土曜日スタートですね。はい。ということで、まあ、東京でちょっとポップアップ的なことをやるんで、在庫は向こうが多くて、あとはまあ、フルラインアップはオンラインとか見ていただければいいんですけど、大阪分をご紹介していこうかなと、今から思います。はい。まあ、まずじゃあ佐藤君着てるこのコーデュロイのセットアップ、はい、ニュー刺繍タイプのセットアップ、はい、かわいいですね。かわいいです。あとまあ僕のビッグステッチシリーズですね。このスウェットセットアップとデニムにたっぷりステッチの刺繍が施されてるもの。そしてこれ一番かわいいね。そうですね、パペットエンブロイダリーっていうこと。一番見たことない。こんにちはって言いそうと後ろのこれもいいね。質感のあるスカーフシャツでいいか、うん、とメッセージロングスリーブですね。とまあいろいろラインナップ揃ってきてるわけなんですけれども、一つだけ先行販売のものがあるんですよね。はい、じゃあまずそれから紹介したいと思います。はい、いやーこれはやばいでしょ。やばいっすよね。はい、禁断のコラボレーションじゃないですか、はい、ダブレット ×DC シューズですね。はい、お値段が、税込みで36,400円。37,400円。37,400円。はい、でミッドウエストではサイズ789ですね。はい、DC シューズとかさ、でも買ったことある？いや、ないですけど、知ってました。あ、そうなんや。はい、やっぱスケーターっていうイメージが強いブランドです。せやん、僕もまあ買ったことなくて、結構カルチャーとかは疎い人間なんで、これを機に調べ始めたんですけど、あれですね、 DC シューズの中で3つのアイコニックなモデルをハイブリッドでドッキングしてるんですね。はい、はい、で、イノさん自体10代の頃、うん、スケートやってて、どのモデルやったかな、リンクスや。いや、ちょっとモデルまでや。リンクスっていうやつを履いてスケートしてたみたいで。で、イノさんの周りのスケート上手い友達とかは、カーリスとかレガシーっていうやつ履いてて、カーリスとリンクスか、カーリスとレガシー履いてたら、自分も上手くなるんじゃないかな、欲しいなと思ってたけど、3足も買えないじゃないですか、10代で、はい、じゃあ3つ一緒にしちゃおうよっていうので、時を経て青春を思い起こして作られたのがこれっていうわけ。有名なシューズですね。じゃあね、すごい。いやー、夢ありますよね。ありますね。うん、3つ重なってるからボリューム感もすごいし、至る所にダブレットと DC のロゴがこう配されてたりとかで、はい、これは抜群でしたね。展示会見た時からめっちゃ可愛いなと思ってました。クオリティがもうめちゃくちゃ高いですね。うん、細部に刺繍だったり、うん、刻印があったりとか、うん、結構まあまあ細かいのが入ってますね。これでスケートするのちょっともったいない。もったいないです。削りたくないですか。そうやな。よくできてる。いや、すごいです。結構ボリューミーなんで、多分ワンサイズアップで買われる方がいいと思います。はい、僕 5.5 で履きますけど、これ買うならまあ8かなっていう感じですね。26.5。ああ、はい、うん、まあこれだけ11日発売、今日発売か、はい、なのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いて洋服の方行ってみましょうか。じゃあ続いてウェアの方行きましょうか。はい、まあまずはコーデュロイセットアップ、僕の方から。はい、カットオフデイム の, いつもの定番シリーズのコーデュロイバージョンという。でもコーデュロイでも出てんの、いつも。あ、そうなんですか。うん、あ、すいません、コーデュロイ出てます。はい、で、朝冬はコーデュロイみたいな感じかな。あ、よりこうシーズンの素材っぽくなるし。うん、今日値段見ていきましょうか。うん、6万円ちょっとです。6万1,000円。はい、6万1,600円かな。はい、はい、間違ってたらすいません。はい、はい、そうです。で、まあ、フラミンゴというかベトナム人女性が今回は刺繍されてるっていう。へえ、これ誰なんやろと思ったら、ベトナム人の女性。ベトナム人女性なんです
まあ今回はそういう国のやっぱ We Are the World、 いろんな世界の文化だったりっていうのを入りましたっていうのコレクションだと思うんですけど、うん、まあなんかコージロイ自体がそういうアメリカの学生がよく行ってたりとか、うん、まあ、いろんな国で使われる素材だからこそ、まあ、ベトナムとの融合っていう意味で、うん、まあ、メンズウェアの定番素材にこう民族でいいかな、なんかそういうね要素を加えてるから面白いよね。面白いですね。生地の張りがいいよね、このコーデュロイの、はい、胸の細い感じとかも綺麗ですし、コーデュロイのこの横から見た時のこのカットオフしてるポッとした感じとか、はい、めっちゃ可愛い。可愛いです、うん、で下もセットアップでございまして、はい、こちらが5万円いかないぐらいですね、49,000円ほどになります。ベルト付きです。これいいよね、はい、またこういうの履きたいよね。GC シューズとかもまあナインティーズのものじゃないですか、はい、まあそれに合わせるとちょっとやっぱこういうねチューブともストンと落ちるような、まあ、ややテーパーか、そういう靴にかかるパンツとかもいいよね、はい、うん、という感じでした。はい、でお次が中のやつ、中に着てる深出しましょうか。メッセージロングスリーブいきましょうか。はい、僕これ実は一番イチオシです今回の。なんでですか。いやだってめっちゃ愛があるくないこれ。愛が、まあ、初のパリのプレゼンテーションに向けて、まあ、井野さんが今までお世話になった各国の方からメッセージをいただいて、それを洋服としてリリースするって、うん、PFW ダブレット、うん、パリファッションウィークダブレット応援してますみたいな。いや愛があるよこれは。うちの社長もでもあれこれじゃないけどメッセージ送ってるから。あ、そうなの。うん、まあそれはまたお湯を紹介しよう。この辺は M サイズですね。 M のワンサイズでミッドウェストではオーダーしております。5万5000円ですね。はい、でもこんなに刺繍たくさん入っててっていうのと、ダブレットのカットソーってほんと素材いいんですよ。ハイゲージコットンっていう極限までこうどう詰めてこう編み込んでる素材なんで、なんかこうロンティーとスウェットのちょうど間ぐらいのなんか気分で着てもらえるし、ここもカッティングしてる。サボテン、カットされたらここ絶対入れへんカッティングだから。ああ、 3D カッティングって言ってここをちょっとふっくらさせてるんで、まあ、余分な切り替えが入る分このフォルムがより綺麗になるっていう。たまる、はい、カットソーになかなかこのカット使わないんで。じゃあ1枚で十分その決まるというか、はい、そういうことですね。インナー使いっていうのを他にこう一番上にこう着てすぐ出かけれるって、かいつでもかっこいいみたいな。うん、っていうかまあロンティー特有のなんか形の良さがより出るというか、うん、うまいですこれ。5万5000円です、はい、その価値はあります。あると思います僕は、はい、でロンティーに続いて僕の方はスウェットです。スウェット、はい、これもなんで同じじゃないですけど、そのハイゲージコットンで、でこっちはよりこう毛羽立たないようにと型崩れしないように特殊な加工を施してるそうです。すごいね、素材のこの張りとか。あー、本当です。めっちゃなんかスウェットで上品とまでは言わないですけど、なんか品があるここのは。うん、そうですね。こんなに民族衣装感あるのに品があるわ、なぜか。こちらは5万と少しで、パンツは4万、パンツも5万ぐらいかな。はい、うん、なんかサウナのあれみたい。サウナな、井野さんサウナ好きやったらそこも意識してんかな。っていうのと、まあ、うん、あとはまあスウェットってもうスウェットでしかないじゃないですか、はい、まあ、そこをこう民族衣装っぽく作るのは面白いんじゃないかっていうアプローチと、あとはこのなんかカーペットの縁とかああいうのにあるステッチを意識してこう刺繍を施してるっていうビッグステッチ。うん、なんかつなぎ合わさってます。ここ見えてますね。そう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 、うん、すごいねこれ。ドレッサーかわいい、うん、
一応これはブラックとブラウンの2色ですね。個人的にはでもブラウンがおすすめかな。ここやっぱりカジュアルの良さもうまいブラウンなんだよっていうのと、あとトラックスーツもベージュで出てたし、はい、いいんじゃない。そうですね。はい、パンツ M サイズの着用です。僕 M サイズ、うん、スウェット上下ででもいけるの久々かも。これだ大丈夫やんな。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫。はい、スウェットに見えない。マシだけど見えづらい、はいはい、でビッグステッチシリーズはもう一つ G ジャンの方もありまして、これじゃあ佐藤君に着てもらおうかな。はい、こちらの方行ってみましょうか。ガッチガチガチガチ、うん、あ、似合うね。本当ですか。うん、意外といけた。似合うかなって。カウボーイみたいですね。うん、まあ、その要素もあるよね。ウエスタン的な要素が今回強くっていうのと、まあ、デニムも、まあ、ワークウェアの代表的な素材じゃないですか、はい、なんでもう消耗品みたいなイメージが強いと思うんですよ。ガシガシ着てみたいな、まあ、そういうのにこう手作業のぬくもりを感じるこのビッグステッチ、うん、まあ、刺繍工場でこういうデザインを仕上げるっていう、ダブレットといえば刺繍なんで、まあ、そこをよりこう強く押してるデザインなんじゃないですかね。うん、これはパンツもオーダーしております。セットアップでミッドウェストでは展開しておりますね、うん、これいい、いい、あのちょっと固めの生地っていうのもポイントじゃない、はい、やっぱりこれで柔らかかったらまた、うん、着ていくとこう愛着が湧くというか、着ていくほどにこうヴィンテージになっていくみたいなのがやっぱここの要素のポイントだとも思うので、いい仕上がりではないでしょうか。はい、じゃあ最後シャツシリーズでいいかな。だからこのなんで最後はこのパペットエンブロイダリーとスカーフシャツを着ていきたいと思います。チェックシャツも今回いいね。はい、うん、これね、前あのサプライズの時はあの骸骨の蟄光子ってあの夜ライトとかであの光るやつでリリースされてたやつの、まあ、アップデートバージョンみたいな、うん、覚えてる。サーバーの時まだ。そうなんですよ、まだ入ってないです。うん、まあ、今回はこのパペットエンブロイダリーっていう、まあ、いろんな国のこうお土産さんとかにある、はい、ぬいぐるみみたいな、うん、それをこう、まあ、ただのぬいぐるみじゃなくて刺繍で表現できたらなっていうので生まれたアイテムですね。ジャパン、北京、北京、あ、北京パンダ、うん、まあ、こういう遊び心はもちろんですけど、僕ダブレットの良さってやっぱり素材のチョイスとシルエットだと思ってるんで、これのシャツじゃないですか。このスクエアカットの、まあ、まあよく言われる感じだと、まあコーチジャケットとかやっぱりこういうスパッてしたカッティングじゃないですか、うん、だからこうちょっとブルゾンと、まあ、シャツの合いの子みたいな感じで着れるっていうのもポイントの一つじゃない。はい、うん、あとこのややポリエステルも混ざってるんで、ちょっとこうよりライトの感じでさらっとしてる、はい、質感というか、はい、村井は今季このブラウンベージュ色です。トラックスーツもそうでしてる。スケーターみたいですか。ゆるさがこんな感じで DC シューズそうDC のルックみたいなね。いや、このシャツめっちゃいい。42,900円で、うん、あとこのオリジナルのチェックの柄も素晴らしいね。はい、この絶妙な古着具合というか、うん、うん、ベルシャツって感じ。でも古着だとね、多分あんまりこのカッティングのやつないと思うんですよね。いや、ないですね。あと多分この方のオチだと丈がね、出てくるんで、うん、あ、なんかそれこそ昔のヒップホップのお父さんの大きい服着てきたぜみたいな感じになるんで、うん、このちょっとショートまではいかないですけど、この丈なんで
ちょうどいい身幅みたいな、はい、身幅と丈のバランス完璧みたいな感じだな、はい、うん、っていう感じだよね。じゃあ最後僕着ようかな、はい、じゃあ僕着ます、はい、はい、どう？いやめっちゃいいっすよ、これ一番僕好きです、もう衣装がかっこいいだな、はい、うん、まあ、これもなんでどこの国だよね、このスカーフを、うん、いろんな国でこう見てきたスカーフとかの柄を一つのアイテムにドッキングで落とし込んでるというわけですね、はい、なんかベルリンって書いてたりとかドイツだったりオーストリアだったりっていろんな国の写真とか文化とかそういうのが入ってて、うん、なんかここがこう文字がつながるみたいな、チロルとベルリンがつながるみたいで、そうそうそう、で、あのありがとうございますの T シャツとかに落とし込まれてるこの刺繍が途中でフリンジになる加工もこれにも施されてるというわけですね、かわいい、うん、ブラさんめっちゃ似合ってますね、あざます、今季はこれかな、じゃこれも 42,900円ですね、はい、そう、うん、この手の素材のやつはやっぱすごいいいわ、落ち感のあるシャツというか、うん、これもなんで、まあ、今回のイメージ的にはもうどんズバのデザインではないでしょうかという、はい、行きたくなっていますもん、海外旅行めっちゃ行きたいな、これは、まあ、海外旅行とか今行けないですからね、こういうのでちょっと異国の文化を味わってみてはいかがでしょうかと、はい、まあ、何だっけ、あのコレクションテーマが We are the world、 あ、そう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 、どうせでした、はい、まあ、それを感じるセカンドデリバリーではないでしょうか、はい、ということで、じゃあこの辺で、ありがとうございました、ありがとうございます。